創立20年以上のヨーデルクラブウィーゼンベルク、村の教会で細々と歌ってきた。ところがその生活が一晩でガラリと変わった。たまたま参加したテレビ番組で優勝してしまったのだ。農家の男たちがスターへと変貌する様子を2人の映画ディレクターが撮影。ショービジネスのようなノービジネスというこのドキュメンタリーが今年のソロトゥン映画祭でパブリック賞を受賞した。スターになりたくてテレビ番組に参加する人は大勢います。皮肉にも神は20人のヨーデル歌手を選び、名声という罰を与えました。彼らの奮闘を映画で伝えたかったのです。山の厳しい生活から一躍スターの座へ。この変化の中で冷静でいるのはなかなか難しい。テレビ番組で優勝した後、コンサートの依頼が殺到した。一緒に行動しようと思うものの、仕事の後に各地を飛び回るのはきつい。グループの友情も揺らぎ始めた。Oder Expo könnt ihr mir die Schweiz vertreten? Ja. Wo ist der noch? Shanghai. Ich habe ein bisschen Mühe mit dem Shanghai, das muss ich euch offen und ehrlich sagen. Das sage ich gerade hier. 若いメンバーたちは中国に行きたくないという。子供は小さいし、農場を放っておけないからだ。Ich will gar nicht kommen, Longi. Aber ja, die, jetzt, danke. Nachher, ist gut, ist gut. Longi, das habe ich mal wissen. Los, Longi. Das ist etwas vom ersten, wo wir total erstaunt waren. 彼らの問題解決方法はとても面白い。議論は白熱するが、誰かがジョークを言って全てが丸く収まるのです。結局、グループの中の数人が中国に行った。保守的な中央スイスの男たち。だが、上海では驚くほどオープンになり、公園でヨーデルを教える一場面もあった。この映画は典型的なスイスのイメージではなく、地域の絆に焦点を当てる。この映画は20人の男が意見をぶつけ妥協していく様子を映した友情の映画でもあるのです。スイスの民主主義に通じるところがあります。ヨーデルクラブウィーゼンベルクはこれからも歌い続ける。だがコンサートの数は減らすことにした。大切なのは名声よりもグループの結束だからだ。